はい、ごきげんよう。まあ、ちょっと今ショート取ったんですけど、仮面ライダーが新しく、まあ、9月から新作が出るっていうので、まあ、初見予想みたいなのをちょっとしていこうかなと思います。まあ、ショートではちょっともう、まあ、画像か見たんですけれども、ちょっと改めて見てどんな感じかっていうのを予想していきたいなと思います。仮面ライダーガブ令和仮面ライダーの最新作は、おかしなライダープニプニ&ジューシーの斬新なグミアーマーや腹部の大きな口の中にはごちそうという謎のミニモンスターも。令和ライダー第6作仮面ライダーガブ2024年9月スタート。なるほど。まずね、このテザー写真、なんかこうガラスを壊してるみたいな印象があるんだよね。まあ、龍騎のミラーワールドを彷彿とさせるような感じなんだけど、これあれなんじゃないかな、アメ細工なんじゃないかな、分からんけど。なんかお菓子って多分世界観作るの難しいと思うんですよ。だって急にこの辺にさ、お菓子のやつ出てても、まあ、お菓子にする意味ないと思うから、周りの街並みとか戦ってる時に周りのアイテムを結構ね、お菓子の街とか作ってくると思うんだよね。特に 1,2,3 は予算をかけて、まあ、普通の世界から敵と戦う時、お菓子の世界に行って敵もお菓子。もうガブっていうとさ、牙のさ、もうこれもうガブじゃん、牙の。絶対そこ想像しちゃうからね、ガブって名前にするんだってちょっと今思いましたけど、まあ、やっぱ主人公は食いしん坊なんじゃないですかね。まあ、それか、まあ、主人公は食いしん坊じゃなくて、まあ、なんかごちそうという謎のミニモンスターが食いしん坊すぎるとかね。だからこいつが食いしん坊すぎて、もうやめてくれよみたいな、あれも食っちゃって、あれやめてくれよ、食べないでくれよみたいな、ごちそうに振り回されるみたいな。え、てかさ、待って、ミニモンスターがごちそう、ごちぞう、待って、ごちそうじゃねえんだ、ごちぞう、あ、ゾウなんだ。待って、ごちぞうだから、ごちぞうがなんかあれか、鼻伸ばしていろんなもの食べるのか。こいつはなんか食いしん坊じゃなくて、むしろ食べられる側の人間なのかもしれない。あ、これごちぞうを食べてガブってして変身するんじゃない。きっとそうだよ、ガブってして変身するんだよ。だからごちそう食べるんだよ、変身時に。お腹のモンスターこうやってカッ、そしたらベルトブイーン現れるで変身。待って、それやると毎回ごちそう食べなきゃいけないから、でごちそうが CG になった場合ちょ大変なことになるな。あ、ごちそうこれか、ベルトのね中で真ん中にいるわ。ごちそうにキャンディー食わす、そうキャンディー、ブルーベリー味のキャンディーだったらなんか青くなったりとか、ミント味のキャンディーだったらもうグリーン。味違いで能力が変わるみたいな。そう、味で能力が変わるんだよきっと。で最近ベルトの音声長いじゃん、変身音ガブガブガブってね、多分ね4回ぐらい言うと思う。勝手に主人公のことキャンディーにしてるけど、必殺技やっぱこう決まった後にこう必殺技の前、はい、ゴチになります、ゴチになるぜ。公式ページ、お菓子も悪も俺が食べ尽くす、お菓子も悪も俺が食べ尽くすって言ってるから、やっぱ敵もお菓子だ、悪くなったお菓子、賞味期限切れのお菓子、賞味期限切れ、賞味期限切れになったお菓子が、なるほど、悪になっちゃうんだ。グミっぽいな、お前ちょっとキャンディーじゃない、グミっぽいわこれ、もう急にグミっぽく、いやグミっぽいじゃん、なんかふわマシュマロ、あ、ふわマシュマロ、あ、ふわマロ、ふわマロ、あ、おおおお、ニゴライダーチョコレートだぞ。分かんない、どれがニゴライダーか分かんないけど、少なくとも赤はチョコレートだぞこれ。チョコレートって書いてるもん。ザクザク、あ、ポテチ、あ、ポテチだ、サンゴポテチだよ多分これ。ポテチってディケイド、なんかね、あのディケイド の, あの縦線あんじゃん、あれを全部ポテチにしたみたいな感じになってる。そうそう、俺だってほら見て、ポテチだわこれ。マジで主人公グミじゃない、ポッピングミ、ポッピング、あ、グミって書いてる、あ、じゃあグミだ、
まあ、2号と3号、2、3、どれが何号か分かんないけど、チョコ、ポテチ、マシュマロ。分かった、じゃあちょっと1話予想しよう。お菓子の町にのこの像、ごちつおがいて、でその辺をこう食べ尽くしちゃうんだよね、建物とか。その食べ尽くしてたごちつおを仲間にして、でそのお菓子の世界を壊そうとしていた悪いお菓子を、まあ、ガブとなって倒すと。なんか結構仮面ライダーなんかモチーフ他にもあ、なんか2つを混ぜたりとかしてるんですけど、今回ここ回すのかな、これ、ま、回す、これ回す系だね。これガチャガチャで回すとグミが出てくるのかもしれない。ライダーキックの前とかもガチャッ、ライダーキック味ダーン。まあコラボアイテムとかでいっぱい出てくるのかな。ライダーチップスみたいな。あ、出しやすいですよね。ねえ、そういう話もしてるんじゃないですか、もしかして。ライダーグミとか食べ物、食べ物系でコレクションアイテムじゃなくてお菓子展開。でも今までなかったんじゃないかな。なんか おもちゃならさ展開しやすかったけど、食べ物系って結構今回は力入れてくるんじゃないかな。まあ、お菓子のように甘い話になるんじゃないですか。テレビ朝日65周年アニバーサリーって書いてますね。2024年9月放送スタート。ちょっと1話は僕も拝見したいなと思います。楽しみにしてます。